ほい、それじゃ401。はい。母。ふんふん。悪い子は嫌いになっちゃうよ。お母さんに言われた言葉。だから私はお母さんの言いつけを守ってる。お母さんの言いつけがわかるものはどれ？お母さんの言いつけ？いやもう十分悪い子じゃない？壁に落書きしまくっとるしさ、なんか床にお菓子とかめっちゃ散乱しとるし。あ、え、これ？ここから出ちゃダメよっていう感じ。ふんふんふん。ここから先に出ちゃいけないって、お母さんとお留守番の約束をした。お母さんのこと追いかけたかったけど、すぐに転んじゃった。ふんふんふん。まあ、確かに、留守番の時にそういう約束するのは大事やね。え？ 5 日が経った？お母さんは今日も帰ってこない。捨てられたってこと？ああ、退屈。部屋をゴロゴロ転がって、お母さんがいつもしてやることが目に留まった。触っちゃダメって言ってたけど、暇なんだもん。私は何をした？お母さんがいつもしていること？お母さんがいつも、化粧？ふんふんふん。お母さん、お母さん、時間をかけてお化粧してたから、私も少しだけ真似してみたくなったの。あれ？化粧台の後ろ穴が開いている。だから触っちゃダメだったの？化粧台の後ろに穴？穴の先に夢の世界が広がってた。いいなぁ、いいなぁ、素敵なお部屋。私が知っているものよりずっと素敵。私が一番欲しいと思うもの、それは何？穴の、お、覗く。え、待って、怖っ。でも、今心臓がちょっと。いや、でも怖いって言ってもあれか、普通に人形。でも、なんかめっちゃ、不気味。この人形？え、違う。もう体に力が入らなくなってきた。視線とまぶたが閉じていく。今日はいい夢が見れそうだな。え、何？死ぬよ。何？あ、ご飯？ご飯ってこと？それ5日が経ったって言ったもんね。もう食べるものがないってことか。家族でご飯を食べてるの。お母さん、お腹すいた。お母さんのシチューが食べたいな。つぶやいたお願いは神様に届いた。お、え、マジで？帰ってきた？お母さん。え、でもこの部屋もう終わった。401号室も今秘密なかったな。またこの先出てくる？402号室、こ。ふんふん。見て、私の可愛い可愛い子供たちを。いろんな表情を想像してたくさん作った。どの子があなたに似てるかな？あなたの顔が見たい。可愛い私の天使に聞いた。あなたとは誰？あなたとは誰？めっちゃ不気味ないけど、何この水蒸気。あ、赤ちゃん？ってこと？天使になってしまった私のこと、あ、え、死んでる？それから不妊の私は人形をたくさん作った。きっと可愛かったに違いない私の天使。座った顔が見たかった。めっちゃ可哀想。めっちゃ切ないやん。なるほど、不気味とか思ってごめんね。生きていればちょうど、隣に住むあの子供くらい。あの子供へ繋がる窓はまた見えるようになっていた。あ、なるほど。隣の部屋からなんか覗かれうるってことに気づいたけん、お母さんは隠したってこと？あ、じゃあ、一応子供を守ろうとは思っとったんかな。え、どうなんやろ。それか、虐待しよったとか？やけん、なんか、虐待しよる様子を見られたと思って刺さって隠したみたいな。どこ穴？あ、これ？え、これ？別のとこに何もないよね。覗く穴みたいな。ふんふんふん。久しぶりに隣の子供を見た。初めて覗いた頃、まだ小さかった隣の子供は母親に抱えられていた。あの子を見ると、なんだろうこの気持ちは。その日から覗くようになったのだと思う。でも、普通に可愛がられとったんかな。覗くたびにあの子に惹かれていった。あの子にはないものがあった。それは何？ないもの？何ないものって。この部屋の中で？覗くんかな？あ、覗く。うんうんうん。あの子にはないもん。え、待って、この、この子下半身なくない？
そういうこと？部屋でゴロゴロ転がってっていうか、転がることしかできんのや。てか出て行っちゃダメよ、てか出て行けんやん。足がない隣の子供、母親の苦労は相当なものでしょう。それでも私はあの女が許せなかった。あ、一応じゃあ、まあ、しょうがないって言っちゃあれやけど、しんどかったんかな、お母さん。5日前、あの女が出て行った。廊下に甘い香りを残して。あの女が許せなかった。自分の子供を放置する気だって。それが分かったものはどれ？それが分かったもの？どういうこと？また覗く？ん？子供に罪はない。過去に縛られている私はよく知っている。私が持てない選択肢を捨てたあの女は救えなかった。何？どこ？廊下？廊下に何か秘密があったりとかする？あ、何？ここを覗く。スマホ？あ、大きい荷物。てか男の人と出て行ったんかい。思ったよりも若いお母さんやし。なんなあの下着みたいな格好。大きなキャリーケースを引きずっていたから、何日放置する気かしらって思ったの。母親は女を選んで男とネオン街に消えてった。悪いお母さんよね。つらーい。お母さんは帰ってこないから、私が迎えに行って、あの子が大好きなごちそうを振る舞うのよ。ごちそうは何？さっき言ったシチューやないん。これ？シチュー。じっくり煮込んだシチューごちそうするの。お腹を空かせて待ってる頃よ。あら、まだ肉が硬いわ。なんかもうなんか、一個一個が怖いんやけど、この肉っていうのは普通の肉？ちゃんと普通の肉？母親切り刻まれたりとかしてない？なんか怖いわ。はい、403号室。隙間。いやー、まずいよね。気づいた時にはもうダメだったよ。管理人さんにも怒られることだ。それはどれ？あ、なにこれ、水浸し？あれ、水槽の水が漏れとんや。水槽からこぼれた水が畳にシミを作ってたんだよね。退去するとき怒られちゃうんだろうな。シミ。なんか、重大な秘密があるんかな。水槽をひっくり返したのは俺の彼女なんだよね。俺の彼女が部屋に遊びに来て、それを見て大暴れしちゃってさ。それを見て大暴れ？これ？あ、違う、なんか。あ、なるほど。つけま。つけま？まさかの。てか床汚ねえな。さすがにつけまつげは自分のものだって言い逃れができなかったね。浮気を認めて謝るしかなかったよ。浮気。もしかして別の部屋の人とこれ繋がっとったりとかするんかな？振られても別によかった。5日前から新しい恋の風吹いてんだよ。絶対尽くすタイプの女だよね。ほら今日も会った。これって絶対照れ隠しだよね。5日前っていうのがなんか、大事になってくるの、この4回。だって401号室の女の子は5日前からお母さんがおらんくなったんやろ？え？母親？母親の相手なのこれ。何？どこ？新しい風。これ？手紙。あ、違う。なんか覗く。え？これ？そっと置いていってくれてる人がおるってこと？ 202 号室の、え？シチューを作りすぎてしまったのでよかったら食べてください。202号室ってまだ行ってないとこよね。あの鍵がかかっとるところやろ。え？毎日？これ。おるん？家に。でか、今おらん？え？作りすぎたなんて絶対照れ隠しだよね。このシチューは俺と仲良くなるための口実なんだろう。え？どういうことなんやろ？え？どういう風に繋がっとんかが全くわからん。なに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 ？待って、とりあえず、202は埋まってない。え？ 303 が来た。303？ あ、そういうこと！なるほど！
303のシミ。語り手が恐怖する顔の正体は、上の階に住む403号室の畳から染み出した水槽の水。なるほどね。ああ、よかった。じゃあ幽霊じゃないよ、303号室の人。なるほど、そこ繋がっとんや。ああ、なるほど、なるほど。401は足がない。いや、すっきりするね、わかったら。語り手が外に出ないのはこのためだ。いくら母親の言いつけで外に出るなと言われても、空腹に耐えられるほど子供は理性的ではない。雑多に転がる菓子袋。未調理のままかじられたカップ麺などが母親のネグレクトを彷彿させる。これは別にあれよね。まあ、ネグレクトやけん虐待やけど、虐待で足がなくなったわけではないってことよね。生まれつき。402の支柱。語り手はネオン街に消える男女を見送っただけなのに、なぜか401号室の母親の消息を知っている。ちょっと待って。あ、そうよね。ネオン街に消える男女を見送っただけなのに、なぜか401号室の母親の消息を知っている。やっぱり語り手により母親が殺されたためだ。やけん、肉がまだ硬いとかって言ったのに、やっぱり母親殺されとるやん。5日前に母親が消え、5日前からシチューのお裾分けが始まっているのは、お母さんのシチューを早く片付けるため。お母さんのシチュー、そういうこと？お母さんの肉入りシチューってこと？迎えられた401号室の子供の幸せを願わずにいられないが、可愛い可愛い子供たちの扱いは存在である。じゃあ結局、大事にはされんってこと？可愛い可愛い子供、この402号室の可愛い可愛い子供たちってのは人形のことやろ？確かになんか、腕とか足とかバラバラになってあったよね。結局、こっちはこっちで身体的な虐待を、なんか暴力的な虐待されたりとかするかもしれないっていうことか。この202号室っていうのは全然関係ないってこと？よね。何？フェイク？403の浮気。部屋が荒れているのは語り手の浮気に彼女が憤慨したため、つけまつげは言い逃れできないと言っているあたり、他の小物も漏れなく浮気相手の落とし物。よね。思った。なんかいろいろ落ちとったもん。まあ、でも確かに他のものやったら、男の人が持っとってもまあおかしくはないかな、みたいな。つけまはね、女装してますって言うんじゃない限りは。言い逃れできんと思うし。なるほどね。ほい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。